皆様おはようございます。ご紹介いただきました近代美術館館長の中山でございます。どうぞよろしくお願いします。また先ほどちょっとお伺いしましたところ、作品の大きさもですね、少し従来よりは大きめのものもですね、展示を今年からされているということでございまして、本当に見応えのある作品ばかりというふうに感じております。今年東京の国立博物館で空海と一興美術という展覧会がございました。こちらの機会がございまして、そこで弘法大師の24歳の作品なんですけども、老子飼記という国宝が一番最初のところに展示をされておりました。それを拝見してですね、書の持つ力といいますか、素晴らしさというのをですね、本当に感じた作品でございました。そして若い時のそういうご尽力をいただきました浜田会長さんをはじめですね、関係の皆様に心から感謝を申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。皆さんおはようございます。62回の書道展ということで誠におめでとうございます。素晴らしい作品が今年も多数寄せられました。この素晴らしいご記念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございました。まだまだ祝辞をいただきたいところなんですが、時間の都合上終わらせていただきまして、挨拶をいただけませんでした先生方を紹介させていただきます。はじめに、参議院議員中曽根博文様、おめでとうございます。上毛新聞企業局長島田仁様、おめでとうございます。県教育文化事業団常務理事相葉富夫様、本日はおめでとうございます。県教育振興会会長鈴木武文様、はい、県文化振興課振興課主幹小池隆弘様、はい、本日近代美術館学芸員谷口勝利様、ありがとうございます。県教育文化事業団文化振興課長大島仁様、ありがとうございます。同じく主任北野花代様、以上紹介させていただきました。ありがとうございました。続きまして祝言が届いておりますので、事業部の鈴木隆法よりお願いいたします。祝言披露申し上げます。第62回群馬県書道展覧会開幕式のご盛会をお祝い申し上げます。本日を迎えますまでの浜田運営委員長様をはじめ関係皆様の数々のご尽力に深く敬意を表しますとともに、機会の今後のますますのご発展と関係皆様の一層のご活躍を祈念申し上げます。群馬県書道協会顧問、参議院自由民主党議員会長、参議院議員中曽根博文様、第62回群馬県書道展覧会のご盛会誠におめでとうございます。また第35回県民芸術祭を盛り上げていただきますことに感謝申し上げます。これからも本県の芸術文化振興に大きくご貢献されますこと、そして出展者皆様並びに機会の今後ますますのご発展を心よりお祝い申し上げます。群馬県議会議員、橋爪洋介様、以上でございます。
はい、ありがとうございました。続きまして、ご来賓の先生方にテープカットをお願いいたします。どうぞ。はい、ありがとうございました。今一度